はい、こんにちは、エンビーです。今日はユニクロのスラックスタックテーパードパンツワイドフィットについて紹介していこうと思います。はい、今日はユニクロの新作ですね。タックテーパードパンツワイドフィット丈標準71〜77センチ3990円について話していこうと思います。その前に、私毎週日曜日、自分のオリジナルアイテム MB アイテムを毎週日曜日一型必ず発売しております。概要欄の方にですね、 MB アイテムストアのリンク貼っておりますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。本当に頑張って作ってます。毎週一型、まあ一型、たまに二型だったりするんですけど、毎週一型必ずやっておりますので、よかったらチェックいただけると、見ていただけるだけで嬉しいです。それでは本編行ってみましょう。さあ今日はですね、ユニクロのスラックスについてお話しします。まあ正直ね、ユニクロのスラックスなんて、もう飽き飽きなんですよ。はっきり言いまして。もう、アンクルパンツ、プルプシ出していきましょうっていう CM 昔やってましたけども、3年前ぐらいかな。そこからもうユニクロはアンクルパンツ、テーパードパンツばっかり。もう、初めはすごい良かったんですよ。確かにかっこよかった。でも、あっという間に値段も安かったから、あっという間に広がっちゃって、まあ今も別にかっこ悪くはないと思うんですけれども、毎年、毎シーズン、同じデザインで同じシルエットばっかりで、素材感がちょっと変わったり、フルレングスバージョンが出たりとか、本当にわずかなマイナーチェンジばっかりだったんで、ぶっちゃけ去年も僕 YouTube で話しましたけど、もうユニクロのパンツはうんざりです。ユニクロのパンツで履いてるの最近年はほとんどないですね。まあワイドフィットのデニムとかフレアのパンツとか、もちろんポイントポイントでいいアイテムは出てきてるから全然ありなんですけれども、まあやっぱりアンクルとか、もうテーパードとか、もう本当にあのスマートアンクルパンツ、イージーアンクルパンツに関しては、もう、食傷気味どころが、もう食べ過ぎてお腹壊してるぐらいの感じなので、まあユニクロのパンツ、特にスラックスですね。スラックスに、ワークパンツとかデニムはまあ確かにいいのがたまに出てくれるんで、あれなんですけど、スラックスに関してはもうすっかり僕は、もうユニクロはまあいいやと思ってたんですけど、久しぶりにですね、久しぶりにタックのワイドパンツが出たわけですよ。で、前回僕 YouTube でも紹介したと思うんですけど、ワイドパンツ出て、スラックス出たんですよ。今まであれだけ硬くなり、細身で、ノータックで、アンクルでテーパードっていう超置きに来たスラックス。まあそれだと当然オンでも使えますよ。オフでも使えますよ。どんな足の形でも綺麗ですよ。着回しやすいですよ。で、そうして、個性を削いでいった結果、もうつまらないものになってきているので、ちょっとこの辺でアクセント、インパクトをつけてほしいというところで新作が出たわけです。ユニクロのタックテーパードパンツですね。で、僕これかなり好きです。で、タックテーパードパンツ前回のもの、春夏の品番で出た時はですね、感動パンツの素材で展開されてたんですよ。ちょっとガサガサしてる感動パンツのすごい軽量素材。まあ、あれでも全然良かったんですけど、僕も YouTube で褒めてたと思うんですけども、あれでも良かったんですけど、まあ、ただやっぱり化学繊維感は若干否めなかったですね。まあスラックスってね、もちろんいいスラックスってさ、別にイタリアでもフランスでもどこでもいいんだけど、いいスラックスって基本的にウール使ったりするじゃないですか。まあなんだろうな、こういうタックのワイドパンツ履く人だったらどこのパンツを履くんだろうな。別に幼児山本でもいいですし、ギャルソンでもいいですし、もうちょっとドメスティックに落としてサルバムでもいいですしね、ベッドフォードでもいいですし、何でもいいんですけど、別にマーカーウェアでもいいですし、何でも、ヨークでもシュタインでも何でもいいんですけど、インテリムでも、イレニサでも何でもいいんですけど、それかインコテックスでも PT でも PT0 ウーノでも何でもいいんですけど、クラシックだろうがデザイナーズだろうが何でもいいんですけど、基本的にやっぱりこういうスラックスってもともと文脈がスーツなんで、ウールの素材を使った方が高級感があって雰囲気って出やすいわけですね。まあもちろんアメリカの文化のラルフローレンとかの、コットンだったりとかチノクロスとかでこういうスラックスを作ることももちろんあると思うんですけど、基本的には引用元としてはね、原型としてはスーツのスラックスから派生してきているので、まあそのスーツで使っていたウールの素材、高級感のあるツヤと、とろみのあるウール素材っていうのが、まあやっぱりこういうスラックスには当て込める素材としては一番いいわけですよね。高級感があって雰囲気が出やすいわけです。シンプルにね。なんだけど、ユニクロは前回のタックテーパードパンツでは感動パンツの素材を使って、ちょっとガサつきのある、まあいかにもその化学繊維、いかにも洗濯機で洗えます、いかにも履きやすいです、軽いですっていう、ただ風合いはウールよりは安っぽいですっていうところでやってたと思う。でもこれはもうユニクロだからまあしょうがないだろうなと僕は思ってました。
まあ、全然このぐらいでもこのぐらいの価格だったら3990円ぐらいの価格帯だったらこういう合成の素材感でも全然問題ないし、履き心地追求するのはライフウェア追求しているユニクロとしては当然だというふうに思ってたので、まあ、全然丸マークを出したわけなんですけど、さすがユニクロですね。最近本当にユニクロのスラックスは信用してなかったんですけど、ここに来ていいの出してきてくれました。今回タックテーパードパンツワイドフィットで使われている素材はマジでウールライクです。もう全然合成の感じしないです。まあもちろん洋服作ってる人たち、僕とかから見ると普通に洋服好きな人も見てわかると思いますけど、化学繊維だろうなっていうのはまあわからんでもないんですけど、ただパッと見で着てる印象で あの人合成ポリエステルのスラックスだなっていうのはわかんないです。もう本当にウールに見えます。ちゃんと重みもあってもっちりしてる雰囲気もある。で程よい光沢感もあって、で実はまあ合成なんでちょっとだけあのストレッチ性もあるというところで、風合いに関しても着心地に関しても今回二重丸本当にいいです。タックテーパードパンツ初めからこれやってほしかったですね。まあただ、まあ、初めからって言ってもちょっと秋冬用っぽい素材感、厚手になっているので、まあこれ夏には使えないでしょうから、まあだから出すシーズンを見極めてたと思うんですけど、秋冬用の素材になってですね、タックテーパードパンツかなり良くなりました。ポイントをちょっとこうタイトルとして言いますけど、ポイントはユニクロがついに本気でワイドスラックスを出してきた。まさにこれだと思います。ほんと今までね、ユニクロはワイド出してこなかった。ワイド出さないでどうするよって僕は思ってたんですけど、ユニクロってどちらかというとトレンド品とかおしゃれなものというよりは、まあ、おじいちゃんでも子供でも中学生でも着るユニクロですから、もう万人が認めてくれるものじゃないと売らないっていうのが彼らのスタンスとしてはあると思うのね。その中でワイドスラックスとかワイドパンツっていうのはまだまだやっぱりおしゃれな人たちしか手に取ってないジャンルだと思うんですよ。T シャツのビッグシルエットとかっていうのは、まあ、本当にもう今どの世代でも取り入れるようになったから、 T シャツトップスのねワイドっていうのは比較的その間口が広がってると思うし、もう常識になってると思う。まあ、未だにこうピチピチした T シャツ着てる人ってまああんまいないですよね。ワイドフィットとかビッグシルエットとかって、まあビッグまでいかなくてもリラックスフィットぐらいのものっていうのはもうどんな人でも結構受け入れてると思うし、実際こうクラシックなトレンドの中、まあスーツだったりとか、まあクラシコのトレンドの中でも今オーバーサイズとかビッグシルエットって少し入ってきてるじゃないですか。だから今まで完全なアンチだったクラシック路線の人たちでさえビッグシルエットって取り入れざるを得なくなってるぐらいもう常識になってる。でもボトムスに関してはまだまだビッグシルエットっていうのは街歩いててもそんなに見かけない。まあもちろんねおしゃれな街に行けば見かけるけど、僕地元新潟なんだけど、新潟で歩いててワイドのパンツ履いてるの見るかって言われたら見ないんですよね。ビッグサイズの T シャツはおばちゃんでも着てる。肩の線がここじゃなくて、うんね、10年前だったらここだったけど今ここじゃないですか。ここの肩線の T シャツとか普通にみんな着てる。うちの母ちゃんも着てる。でもワイドのシルエットは着てない。だからユニクロってそこに踏み込めなかったと思うのね。今ワイドシルエット出してもちょっと早いな、おしゃれな人しかまだ着てないな、おじいちゃんびっくりしちゃうな、あーほんでかいでかいじゃないか、でかいよって言ってたと思うのね。知らんけど。なんだけど、いよいよ出てきたわけです。これは何を意味するかっていうと、そうです、もうワイドシルエットのパンツが常識になったっていうことですよ。あれだけ拒否してスマートアンクルパンツとかテーパードパンツとかもうそういうのばっかりやってたユニクロがいよいよワイド出してきたわけですから、これはもう常識。ワイドってちょっとねダサっぽく見えるでしょ、ちょっと足短く見えるでしょって思う人もいるかもしれないけど、それは着こなしと物選び次第、マジでそうなんですって。低身長だからワイド似合わないんですっていう人もいるんですけど、気持ちはすごくわかる、すごくわかるんだけど、でもその理屈で言ったら女の子全員似合わないことになるよね。だって女の子って僕らよりも 僕らの低身長って160ぐらいとかじゃないですか。男性の低身長ってね160代とかでしょ。女の子の身長って160切ってる子めちゃくちゃ多いじゃないですか。でもワイドパンツ履いてるじゃないですか。誰が低身長の代表だ、アパレルで言うとクラネの松本エナさんとかちっちゃいんじゃないですか。一回しかお会いしたことないですけどすいません。いや私結構高身長ですってのがあったらすいませんですけど、まあ、低身長な女の子でもみんなワイドパンツ上手に履けてるじゃないですか。だから低身長だからワイド似合わないんですって気持ちとしてはすごくわかるんですけど、それは物選びと着こなし方次第なんで、着こなし方をちょっと精査する必要があるとは思うんですけれども、少なくとも、まあ、そういった次元を超えてですね、多くの人に手に取ってもらってもう大丈夫だろうってユニクロがジャッジしてるからこそ本気のこういうワイドフィットの品番が出てきてるわけです。ワイドフィットの品番、この秋冬かなり増えてますからね、ユニクロ。デニムもやってます。チノもやってます。ワークパンツもやってます。スラックスもやってます。ワイドパンツのシルエットがかなりこの秋冬増えているので、
もうここで取り入れることを躊躇すると若干時代取り残されてる感あるので、ただ好き嫌いは絶対あるから、どうしてもワイド好きになれないっていう人は別にそれでいいと思うけど、でも一本ぐらいはぜひ試してほしい。そのぐらい今当たり前になってスタンダードになりつつあるので、ぜひちょっと一本取り入れてほしいということで、今回タックテーパードパンツワイドフィットのこのウールライク素材のものを僕はおすすめしたい。今までと全く違う素材です。今まではこうガサガサした素材だったけど、今回はとろみがあって重みがあってウールライク、本当に安っぽくないです。しっかり高級感のあるスラックス面してるので、これが3990円ですから、着用写真出てると思いますけど、これ3990円ですよ。399ですよ。399、一回ぜひ試してみてください。でポイント2つ目、ワイドフィットはサイズ感に注意。これです。サイズ感だけちょっと注意してください。これ履いてみると分かるんですけど、意外とワイドフィットです。あのユニクロが今までの流れの中でワイドフィットのテーパードパンツ出してきたんで、まあせいぜいワイドフィットっつってもどうせユニクロがやってるワイドフィットだから大してワイドでもないんです。正直ストレートぐらいなんだろうと思って僕は買ったんですけど、結構ワイドです。特にウエスト周り、もも周り、お尻周りに関してはだいぶワイドです。なのでちょっとサイズ感注意してください。僕いつも L サイズ着てるんですよ。ユニクロだと L 着てるんですけど、今回 M サイズ選んでます。これネイビーまだタグ切ってないけど M サイズ買ってます。で M サイズ買ってもゆるゆるです。175センチ、65キロぐらい、64か5キロぐらいですけれども、 M サイズ買ってゆるゆるぐらいです。なのでいつも L 買ってるけど M、 ワンサイズ落としてもまだゆるゆるなので、ちょっとサイズ感はシビアにしてください。まあそうは言っても僕 M で全然いいんですけど、ゆるゆるでもね、あのこれ以上細くすると、まあウエストは確かにゆるゆるだけど細くするとワイド感なくなっちゃうので、まあ、僕は M でいいと思うけど、ワンサイズ落とすぐらいに考えた方がいいと思います。これ推奨です。これ豆な L サイズいつも選んでる人は M サイズ、 M サイズいつも選んでる人は S サイズ、 S の人は XS を選んでみてください。ただしですね、裾幅は結構細いです。裾幅というのはここですね。裾の幅ですね。裾の幅、普通のワイドパンツはまあ24、23、まあ M サイズで、ね、M 寸で24ぐらいは普通はあると思います。まあもちろん、それ以下でもワイドと歌うブランドもあると思いますけど、基本的には24ぐらいです。僕が履いてるワイドパンツなんても30超えてたりします。めっちゃでっかい袴みたいなシルエットのものとか履きますけど、普通は24ぐらいはあります。ところが、今回のこのワイドフィットタックテーパードパンツか、タックテーパードパンツ、ユニクロのタックテーパードパンツは M サイズ、M 寸で、裾幅20。20なんですよ。確か20だよね。20。だから、通常の一般市場で売られ、一般市場、普通の市場で売られているワイドパンツよりも、裾幅は結構細いんですよ。だから、やっぱり、さすがユニクロって感じですけど、ワイドって言いつつも、着回しやすさはかなり意識してるので、ウエスト周り、もも周りとか、足のラインは拾わないようにできてるけど、裾のたるみがあんまり強く出ないように、裾に関しては結構細めに作って、まあ細めっていうほど細めでもないですけど、通常のワイドよりはおとなしく作ってあります。なので、あんまり下げすぎも良くないです。2サイズまで下げちゃうと、多分裾が本当に細くなっちゃうので、まあ2サイズも下げなくていいと思います。1サイズ下げるぐらいで、ウエストはドローコードとかあるので、それで調節すればいいぐらいだと思います。なので何が言いたいかっていうと、ワイドフィットなんだけど、まあまず心配しなくていいってこと。そんなにめちゃくちゃワイドじゃないですよっていう感じ。今までワイド試してこなかった人でも、ワイドテーパードぐらいの感覚で使えるので、ぜひ手に取ってほしいということ。もう一つは、サイズ1個下げた方がいいですよって話。でも2個以上は下げない方が、1個以上は下げない方がいいですよって話ですね。で、ポイント3つ目。洗える、ベルトレスで使える、ストレッチあると、機能性は抜群。まあ、ここはもうベーシックな話ですね。まずウエスト。ドローコードついてます。ドローコードでベルトレスで、ちゃんとこのドローコード縛れば調整できます。で、サイドにだけゴムがついてます。これフロントにもバックにもないんですけど、サイド部分だけゴムがついてるので、着回しやすい上にタックインしてもゴム部分があまり見えないので、この辺見た目にもこだわってくれてます。で、洗えます、これ。洗濯機で普通に洗える素材で、シワもほとんどつかないです。で、ストレッチ性もあります。なので、着心地とかイージーケアっていうところに関しても特に文句ないです。まあ、正直ですね、これで3990円、もうないと思います。なので、ワイドパンツ挑戦してみたいけど、まあ、高いのはちょっと怖いと。低身長だから似合うかどうかわかんない。まあ、そういった人は、このワイドパンツぜひ試してみてください。着こなしとしてはシンプルにですね、T シャツタックインしてみてください。で、足元の靴、パンツと同色にしてみてください。黒のスラックス買ったら黒のパンツにしてみてください。これだけで大体かっこよくなります。これ実際着てるの、ボーダーの T シャツ、これユニクロです。別に高いの着てるわけじゃない。
それでこんな感じの印象になるので、ちょっと試してみていただきたいです。もうね、ワイドパンツは本当常識レベルになってきてるはずなので、この機会に3990円という激安価格なので、この機会にちょっとゲットしてみてください。でももちろん僕ワイドすごく好きなんで、このワイドパンツが最高峰だとはみじんも思ってないです、正直。でも初心者が手に取るにはこれ最高だと思います。価格も安いし、イージーケアだし、ワイドフィットすぎないし。でもこれ履いてると、正直言います、これ半年履いてたら絶対物足りなくなります。気に入ってこれ履いてたら 100% 物足りなくなる。ワイドって結構インフレしやすくて、もっと太い方がかっこよく見えてくるんですよ。街歩いててドスンと太いパンツ、ワイドパンツ履いてるとめっちゃかっこいいなってなるんですよ。でしかもそれがガサガサした素材じゃなくて、本当に高級なウール素材とか使ってるワイドだと特にかっこよく見えます。ワイドフィットって太くなると当然やぼったい印象が出てくるので、その分素材感でこうフォローするわけね。安っぽいこう太いやぼったい印象を高級感のあるウールの素材とかを使ってそれっぽく見せてあげると、太いパンツでもやぼったく見えずに大人っぽく感じるわけですね。なので、これ着てるとやっぱもっと太い方がいいな、でも太くするとやぼったくなるから高級素材がいいなってなって、ブランド物とかに進んでいくと思うね。そうするとブランド物の良さとか、おしゃれな人が着てるスラックスとかの良さが分かってくる。それがいいことなのか悪いことなのかは知らないけどね、お金かかっちゃうからね、分かんないけど、でもお洋服好きでファッション好きでおしゃれになりたくてって思ってるんだったら、すっごいいいアイテムですけど、まあこれ別に僕も履くと思うけど、履くけど毎日履くかって言われたら履かないと思う。やっぱりちょっと物足りない、おとなしくてデートスタイルとかだったらちょうどいいと思うけど、なんか個人的にはもっともっと太くて雰囲気ある格好したいなって思っちゃうので、難しいですけど説明が。とにかく初心者の方はワイド試してみてほしい、でそれを早く飽きてほしいという感じですね。お洋服好きから言わせてもらうと、早くちょっとこう飽きてですね、もっともっとこう面白いワイドパンツ手に取っていただけてたらなというふうに思っております。ワイド好きがもっと広がってくれると面白いかなというふうに思うのね。ワイド好きな人が広がってワイドが売れるようになると、もっともっと面白いワイドのデザインとかが増えてくると思うので、市場がね育てば育つほど、あの商品ってバリエーションが生まれるわけですから、ワイドフィット好きがですねもっともっと増えてくれると面白いかなと思いますし、トレンド的にもビッグサイズとかワイドフィットっていうのはまだ全然消えないです。全然消えないです。先々の僕らもう1年先のコレクションも見てますけど、コレクション見てもですね全く消えてないので、まあ以前みたいな何が何でも全部ワイドみたいな、全部ビッグサイズみたいなのではないですけど、少し収まってきてるけど、でもワイドっていうのはまだまだ全然消えないので、まあ安心して取り入れてみてくださいという感じで、今日はユニクロのタックテーパードパンツワイドフィット、まあ、ウールライクの素材ですね、おすすめしています。こちらまだ発売されたばっかりなんで、ぜひ手に取ってみてください。あの色はですね間違いなく黒がおすすめです。迷ったら黒ゲットしてみましょう。でバリエーションつけたいんだったら黒以外でやりたいんだったら他の色、今回捨て色ないので、グレーとかねネイビーとかね捨て色がないので全然変な色ないですから、まあ何でもありだと思います。ただ黒が一番最初はおすすめでございます。よかったらチェックしてみてください。私、YouTube メンバーシップやっております。概要欄の方にメンバーになるボタン出てると思います。メンバーになるボタン押すとですね、YouTube メンバーシップ参加できますので、月額590円で、かなりディープな情報をバンバン喋っております。こちらの無料の YouTube では喋らないようなとっておきの内容だったりとか、ファッションとアートの関係性だったりとか、細かい学術的な話も展開しておりますので、よかったらチェックしてみてください。すでに、50本ぐらい配信してるかなが、590円払うと今まで配信されたの全部見ることできるので、お得なサービスになってます。よかったらメンバーになってみてください。それではまたお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。おすすめです。